今回は横浜第5弾飲んだくれ編からの締めのラーメンお届けさせていただきます。まずこちらたぬき麹ですね。横浜西口のマリモラーメン、マリモの裏にあるところですね。こちらにある豚の珍味さんへお邪魔しました。こちらね、昭和風情漂うたぬき麹、前から気になっててすごい行きたかったんですよ。その中でもね、こちらの豚の珍味さんがとにかくもう昭和感満載で、もうどうしても来たくて、今回初めてね、お店に来させていただきました。1階がね満席だったんで、このもう登山的なすごい傾斜のね階段を登って2階へ行ってきました。こちら豚の、内臓とかね、そういう珍味を集めた専門店ということで、めちゃくちゃ期待しましたね。なんか本当にね、昭和感満載なんですよ。お酒の頼むのこの方法とかね、もう水面張力でいっぱいいっぱいに入れてくれるんで、こぼれないように入れ方がコツがあるって教えてくれるんですよね。肉ばっかりだとねちょっときついんでね、白菜の漬物なんかも置いてあるんで、すごいいいと思います。こちらのね発酵豆腐、腐乳っていうやつみたいなんですけど、めちゃくちゃしょっぱくて、臭いのかなと思ったら全然臭くないですね。ただしょっぱいんで、その酒のあてにいいですね。こちら豚足です。もうねとろっとろにね煮込んであって、めちゃくちゃ美味しいですね。これそのまま食べても味がついてるんでね、美味しいんですけど、この酢醤油、からし酢醤油っていうのかな、自分で作って作り方教えてくれるんでね、それにつけて食べるとねまた美味しいんですよ。この豚タンもね肉肉しくてね、めちゃうまいですね。焼酎もなんか良くないですか。これただの焼酎なんですけど、これに炭酸とかキリンレモンとか別に買って、で自分で割って飲むっていうスタイルですね。面白いですよね。卓上にね梅シロップが置いてあるんで、これを入れると梅サワーになるという、なかなかいいくらいですか。これが豚の胃袋ですね。うん、これも美味しかったですね。これが一番僕的には好きかな。本当にねこちらね、なかなか食べれないようなね豚の珍味を食べれるんでね、もう本当におすすめのお店です。なんかピータンなんかもあってね、なんか頼んでみたんですけどね、ピータンあんま僕苦手なんですけど、まあ、あれですよね。お会計もそろばんなんですね。めっちゃ昭和感ありますよね。酔ってるとね、ちょっとこの急な階段かなりやばいんですけど、気をつけて、上り下りは気をつけなきゃいけないですね。特に飲んだ帰りは。たぬき麹にある豚の珍味さん、本当マリモのね裏側にある店なんでね、ぜひぜひ行かれてみてください。そしてこちらシャル横浜のアネックスにある三河屋さんですね。豚の珍味さんから歩いて5分ぐらいなんでね、こちらで角打ちをやっていこうということで、角打ちしに来ました。シャル横浜の中でね角打ちで飲めるなんてね、なかなか面白いですよね。すごいおしゃれな感じで、まあ日本酒メインなんですけど、いろんなお酒をね少しずつ楽しめるし、おつまみもあるんでね、めちゃくちゃこちらおすすめです。梅酒と僕はハイボールで乾杯させていただきました。この部屋ね娘が付き合ってくれたんでね、
娘が20歳になってもお酒飲めるようになったんで、なんか嬉しいですよね。本当にこちらね雰囲気も良くて、店員さんたちなんかがねお酒のこと聞くとね丁寧に教えてくれるんで、めちゃくちゃね日本酒好きの人とかにはおすすめです。このニトってお酒もねなかなかフルーティーな香りで、なおかつねこう切れ味よく辛口な麺もあって旨味もあり、すごい美味しかったですね。今度は締めにねさっぱりの荒越しの柚子酒なんかも飲ませていただいて、なかなかね楽しむことができました。そしてこちら飲んだ締めに遊びるのラーメンだろということで、ラーメンですね。こちら自家製麺鶏さんです。こちら二郎系なんですが、チャーシューが、鶏チャーなんですよね。鶏胸の肉でしっとりとしたね鶏胸チャーがねめちゃくちゃうまいんですよ。スープはしっかりね豚使ってね濃厚な感じなんで、わしわし麺とそのさっぱりとした鶏チャーがねめちゃくちゃ美味しいんでね、こちら超絶おすすめのお店です。混ぜそばとかもありますし、あと限定でなんか細麺のラーメンとかやったりするみたいですね。僕ね一度ね混ぜそば食べたことあるんですけど、ベロンベロンすぎて全然覚えてないですね僕はこちらラーメン行かせていただきました。こちら野菜増しの食券を買わないと野菜増しはできないので、野菜増ししたい方はね食券買われた方がいいと思います。こんだけたくさん野菜とってね、こんなヘルシーな鶏胸チャーシューだからもうカロリーゼロですよね、ほとんどねこのねわしわし麺がねバチクソうまいんですよ本当に。でこの濃厚なスープとねこのしっとり鶏チャーがめちゃくちゃ合うんでね、こちらぜひ来てみてください。今回もご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。